はい、では行きます。セーブしまして、ボン、戻ってきてる。え、どういうこと？終わったのかって、何が終わったんだ？どうなったん、イデアは？終わったのは、終わったのはリノアの何？リノアの何？命？なわけないわな。寝てる。これ最初にスコールが寝てた保健室ですかね、これ。スコール聞いてる？急いでイデアの家、どこやねん。どこやねん、その連れの家みたいに言われてもやな。どこよ、イデアの家。あ、孤児院。魔女イデア、ママ先生が孤児院に帰ってるらしいの。はあ、はあ、はあ。イデアの家って言うねや。どうしたん、ちょっとリノは全く無反応なんすけど、タッチワイフみたいになって。え、違う違う違う、普通にてんてんてんあらへんのよね。え、ちょっと待って、ほんまにちょっと待てや、いろいろ待て、どうなったねん。すごいいっぱいジャンクションはもらえたから、すごい来てんの、溜まってんの。あとなんちゃらボーナス的なやつ取ったからやらないとねえ。治療、属性防御、うなぎ、あと新しいメンバー入ってるよ、うちXV60 おるよ。薬の知識、あ、来た、上クラス魔法先生、来た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 。あ、蘇生とかも、わー、ええやん。属性防御ジャンクションかける4。はー、まあ、上クラス魔法やで、ね、まずはこれはいいっすね。ジャンクションしないとな、まあ、一応スコールにしとくか。HP ボーナス入れたいっすけど、力 40% 外したくねえなー。まあでもしゃあないか、アビリティ置けへんし。いやー、まあまあいいか、まあ、あんまりこんな気にしまくっててもしょうがないっすもんね。味方全体を必ずヘイストバーサクプロテス状態にする。おもろ。なるほど、物理でぶん殴るってことや、ぶん殴りモードにできるってことや。おもろいな。ガーデンも寂しくなったね、少し寂しくなった。学校降りちゃった人もいっぱいいるし、学校辞めたみたいな感じ。学校降りたって言うんやろ。どうすればいいの。イデアの家に行きなさいですよけども、誰か話できる人はいるんすかね。しかも行けるやん、他のメンツはどこに。あれ、なんかめちゃめちゃ普通やな。あ、いたいたいた、よかった。キスです、ママ先生、あの家に戻ってるわよ。なんで一緒に行かないんすか。いや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 、ここで作るね。はい、なんでリノアのこととか一切触れへんのやろ。怖い、ここやね、ここやね、めちゃくちゃ近いから。多分これやと思いますけどね。灯台が見える。あー来てな、ここやね。よしよしよし、ママ先生と再会だぜ。なんだか緊張するぜ。バトルになる可能性はないのか。ママ先生にはいろいろ聞きたいことあるよね、あるよねって言われても。ちょっと待ってくださいよ、ジャンクション変えるわ。SV 外しますわ。
で、セルフィーのブンドルを、顎でしたよね、ブンドルは。持ってきて、で、HP と魔力ジャンクションができてないんですよね。これはまあ、そのうちやるか。そうか、HP ジャンクションが入ってるやつを入れてあげるかやな。ちょっと待てよ。待てよ。わしもあんま分かってへんからな。あ、もうで、オスピーさんと、オスピーさんかカーバンクルの中で、入ってるやつを、ブンドル入れたいなと思って。で、HP ボーナス持ちを、セルフィーに渡すか。誰でしたっけ ?HP ボーナス持ってんの。こいつや。オスピーさんを、スコールから、外して、セルフィーにジャンクションして、で、パンちゃんあたりを回収しますか。ワンちゃんあたりを回収して防御で、で HP ボーナスで精神とか HP80 とかやるとか、いかつおい、もうすんごいことだった。でまあまあいいや。でちょっと待てよ。そうか、いやまあフルケアが使えるという意味ではいいんですけど、セルフィーでも、よう考えたらスコールの連続剣が一番強いから、スコールの HP を高くしといた方がこれいいとも言えてしまいますね。ちょっと待ってね。スコールの HP は限界まで高い方がいいじゃないかなという気がしてきました。ということで、カーバンクルを外して、パンちゃんを投入。スピーさんを投入。その方がいいんじゃないかという気がしてきましたね。HP ボーナスにしておいて、で、まあここぞというところで HP80 とかぶち込んでみたいな感じかな。これで結構バランスいいかな。あー、カウンターここなのか。いやー、めっちゃ悩むなこれ。カウンター、いやー、相反するもんな完全に。くそ、アビリティ枠もう一個欲しい。あー、そうか、そうですよね、そうか、カウンター欲しいな。圧倒的に速いんですよね、カウンターが。やっぱザコ戦とか、いや、ごめんなさいね、悩んで。これベストのジャンクション絶対あるね、どっかに。カウンターできるのはおそらくカーバンクルやから。うわー、めっちゃ最悪や、難しい。おそらくそうなんですよね。やっぱりもうブンドルこっちしかもないな。カウンターは絶対やわ。よし、これでいきます。アホン落ちてる。ティンバーマニアックス、ティンバーマニアックス呼んだらどうなるのか全くわからんねんけど。
ああ、旦那さん。え、ああ、ご苦労様でした。怒ってますか。ああ、そうですよね。私は偉そうなことを言い続けて、いざという時に逃げ出したわけですからね。君たちの敗北は君たちを失うこと、君たちの勝利の報告は妻を失うこと、どちらも耐えられそうにありませんでした。私はいいです。ただイデアは許してください。ダメです。今から殺します。おる、影に隠れておる。衣装変わってへん。ママ先生、コスプレしたまま。ごめんなさい、私の子供たち。本当の子供のように思って育ててきたあなたたちを、私は。俺たちも同じです。私たちママ先生だと知っていて戦いました。それしか選べる道がなかったんです。ママ先生、あなたたちはシードですから、戦いを避けるわけにはいきません。立派でした。でもまだ終わったわけではありません。こうしている瞬間にも私はまた。え、大丈夫ですか。私はずっと心を乗っ取られていました。ほう、私を支配していたのは魔女アルティミシア。アルティミシア、究極の魔女。アルティミシアは未来の魔女です。未来の魔女、私の何代も何代も後の遠い未来の魔女です。アルティミシアの目的はエルオーネを見つけ出すこと。エルオーネの不思議な力を求めているのです。私はエルオーネをよく知っていました。ほうほうほう、アルティミシアは恐ろしい魔女です。心は怒りに満ち溢れています。そんな魔女にエルオーネを渡すわけにはいきませんでした。私にできることは、私の心をアルティミシアに明け渡して、私自身をなくしてしまうことでした。なんでやねん。そうしなければエルオーネを守れなかったのです。その結果がみんなの知ってる通り、ガルバディアに現れたのはアルティミシアに屈した私の抜け殻でした。ほう、そこまでこの過去に影響を与えられる。だからこそエルオーネの力をさらに求めてんのか。アルティミシアはまだ目的を果たしてはいません。だからまた私の体を使って行動を起こすでしょう。今度は私も抵抗するつもりです。でもそれでもダメだったら、あなたたちと再び戦うことになるでしょう。マジかよ。頼みますよシードたち、倒せってこと。あなたを、あなた方は魔女アデルのことを聞いたことがありますか。ありますね。なんかオープニングで言ってたやつかな。魔女戦争の時のエスタの支配者、現在消息不明。え、半分になったのはイゼル。イゼルっていうのもいましたよね。ガルバディアの人々は私が魔女アデルの力を引き継いだ現在の魔女だと思ったようです。でも私は違います。私は5歳くらいの時に先代の魔女から力を引き継いで魔女になった。ほう、ということはアデルから魔女の力を引き継いだ奴がおるってことか。魔女アデルは生きている。ああ、生きてるってことか。そしてアルティミシアが私の体を解放したのは魔女アデルの体を使うためではないでしょうか。はあ、はあ、なるほど、分かってきたね。魔女アデルは力を自分の欲望のために利用することをためらわない魔女です。そのアデルに未来の魔女アルティミシアの力と怒りが入り込んだら、その恐怖はどれほどのものか。あの、一気に言ってもらえます？あの、僕ずっと A ボタンで一回一回喋りかけてるんですけど、一気に喋ってもらえます？あの、ママ先生、魔女アデルは力を自分の欲望のために利用することをためらわない魔女です。それ聞きましたよ。もう終わりやったら終わりって言ってもらえます？カードやります？カードやります？わけわからんこと言ってきとんな。セイムプラスみたいなこと言ってきとんな。うわ、弱っ。まあええか、これ取られてもええから。まあクソカード強そうですよ。ママ先生、ママ先生、ママちょっと、ママ先生ちょっと、ちょっとママ先生、これ、うわ、これ、いやでもチャンスとも言えるぞこれ。セイムは分からんけど、プラスなら分かってるから、セイムって同じってことやんか。ということは、いや、まあいいや、あんま考えんとこ。今回別に負けてもいいから、このママ先生のカードが
どぎついの来てるから、ママ先生。嘘でしょ、ママ先生。びっくりしますがな。また可愛い美人ですね。プラスコンボ、なんでママ先生だけひっくり返らへんねん。いや惜しい、今ママ先生、今ママ先生だけ。いやさっきカードが悪かった。惜しい、これでママ先生をぶっ殺す。ママ先生は右上と、ちょっと待てよ、上右ですよね。上右が危険なのがママ先生のやり方、やり口だから、そこは耐えよう。下から3を、あー、ママ先生危ない危ない危ない。ちょ、ほんまママ先生ふざけんなよマジで。ちょマジママ先生これあかんで。じゃ負けられへん。うわーマジか、強い強ー、これは強い。ちょまちょま、うわー、こいつランダムハンドのくせにこういうカードの使い方してくる。無理ですけど、ルールランダムハンドなんですよ。ライフリートまた取られたし、ひどいわ。いやー、ランダムハンドでこのカードの強さはもう凄まじいんですけど、いや無理やこれ、勝てへん。うわ、どうしたらええんやろ、取れへんのかな。いやもう絶対にプラスでコンボ、プラスコンボで仕留めるしかないよな。頭にくるぜ。いや人ひどいな。無理っすよ無理、これ無理やってマジで。もう悲しいわ、なんかもう、もうなんかそのママ先生のカードも出してこうへんし、どないなってんのこれ。もういやなんかね、もう全体的に強いんすよね。ママ先生 AA、 もう確実に固めてくる作戦。いやあそこ近づかないようにしてプラスで劇的にひっくり返すっていうやり方。うわー何あれ、鉄巨人の強いバージョンか。別のゲームやらされてるわ。もう強すぎますわ正直。いやーもうA はないし、51ね、15で3無理やな。誘い込むしかないか。いや絶対絶命すぎるんやけど、コンボ狙うしかないんですけど、狙いようがないっていうか、めちゃくちゃきついですね。自分で持っていくんやったら3113228で98無理やな、厳しいな。77で11無理やな、7217。いやー打つ手がないっす。打つ手が全く、58583198ならないね。守りに入っての、うーわー、い
や、これちょ無理や、無理無理無理や、あと一戦だけ、もう無理や、このルールでは俺勝てないっすわ。向こうのカードがあまりにも強すぎます。ランダムでもほんまへこむわ。こんなんほんまずるいっすわマジで。さすがにクレーム言いたくもなるわ。コンボ。うわ、テーブルひっくり返したい。今すぐテーブルひっくり返したい。鉄巨人失いたくないって、ダメだ、もう意気消沈です。もう何やっても無理や。ショックがでかすぎて、あかん、これ全てを失うぞ。ここや、ここ。うわー、もう置き方マジムカつくな。いや諦めんなよ、絶対に勝つ。 A でしょ、6でしょ、15 16 7、罠を張る、ここに7で、7やったら9で16 16、セイレーンを左に置いたらコンボでひっくり返る。うわー、止めに来るか。やるじゃんやるじゃねえかてめえこの野郎、てバカ野郎この野郎、やるねえマジで。ここぞというタイミングやったんですけどね。勝ちの目をバシンと詰まれてしまいましたね。それどころかもうやばいっすね。もうまたこれほんまちゃんとやらないと全部取られるぞ。やる気なくなんな、これ。どうすればいい、この一発で取り返すにはどうすればいいんや。コンボを作るためには5 6 2 4 5 5 6か。これを置くけど置かれますよね。あー大丈夫か、これでいった。
コンボ、なんで下行かへんのよ、コンボ。なんで下とか横に波及しないねん。いやもう絶望や。イデアの話なんかもう頭入ってこへんよ。もっとお話を聞きましょう。もういいだろう。ママ先生の話を聞くのは大切、そんなこと分かってる。でもリノアがほんまにママ先生か、お前、俺から汚いカードの取り方しまくりやがって。リノアというのは水色の服を着た女の子ですね。かすかに覚えています。何があったのですか。なんか操られてたよ、アデル的なやつに。行かれとんねん。もう先言うけど、体が冷たくて全然動かない。リノは死んでしまったのですか。違う。ごめんなさいスコール、私は力になれそうにありません。じゃあいいです、カードも返してください。本当にガーデンの他の生徒たちも自分たちの戦いの結果、行方を知る権利があります。誰の口が言うてんねんお前。ここで聞けるだけの情報をガーデンに持ち帰りなさい。リノだけじゃありません、みんなが戦ったのです。どの口が言ってんのよ。でもけど、だって指揮官が使う言葉ではありませんね。ムカつくなマジで。黒くなれ。アルティミシアの目的はエルオーネ、初めて会ったのはシードになった夜、再会はティンバーだったな。エルオーネの不思議な力、人の意識を過去に送る力。アルティミシアはエルオーネの力を使いたいんでしょ。最初は言い合いばかり、でもだんだん変わってきた。リノアとのことね。そうか、アルティミシアはこの時代からさらに過去へ自分の意識を送りたいんだ。過去で何をする。そう気づくとあんたは俺の方を見ていた。目が合うと微笑んだ。時間圧縮。穏やかな気持ちになった。時間魔法の一つ、過去、現在、未来、カードが圧縮される。世界はどうなっちゃうのかしら。そんなことしてどうなるのかしら。リノア、俺にはもうチャンスはないのかな。え、好きになってるやん。時間が圧縮された世界なんて全然想像もできないよ。おいスコール、全然聞いてない。いやもうカードのことで頭いっぱいやねん。もう要するにエルオーネをアルティミシアに渡さなければいいんだろ。そうだけど、ガーデンに戻る。放送でみんなに知らせておこう。僕たちだってリノアのことは、うわー知らんだもん。だったらもう少しくらいルールのこと言ってくれ。先上がって、ほんま。もうママ先生と戦うこともできないでしょうしね。以上大体の状況説明だ。俺たちの当面の目的はアルティミシアより先にエルオーネを見つけ出して保護することだ。エルオーネは白いシードの船に乗っていると思われる。俺たちはその船を探す。船はどこにいるんだろうな。しばらくは情報収集が基本になると思う。ただし戦闘の準備は忘れないでくれ。へこんどるわ。ああ、それから魔女イデアは自分の家に帰っている。おそらくイデアはもう敵ではない。そっとしておこう。あ、戦えるようになるかもしれないですね。もしかしたらまた行けそうっすね。よし。あー、こんなに辛いことはないですわ。こんなへこんだことはないわ。ちょっとカードクイーンのとこ行っていいかな。いや正直鉄巨人を取ろうと思ってただけなんですけどね。カードクイーンどこやったっけ。バラム、ガチへこみはもう動かないです、体が。でも別にカードなんかやらんでええねんけどね。カードやらへんって決めてこの実況に望んだわけなんですよ今回ね。カードはもうやらないと言ってました僕は。確かにあの時カードはやらない宣言、カード卒業宣言をして私このゲーム臨みました。
それは確かにそう、私そのやりましたわ。おお、いた、すげえ、これ気持ちいいな。ちょっと浮くんすよね。でもね、こんなランダムハンドに苦しめられると誰が思いますか。本当に誰も喜ばない、あのルール。カードを貯めてきたことが全てアダになるんだからね。そルールなんとかせえや、おい。カードクイーンに金払ってルールなんとかしてもらうしかない。ランダムハンドをなんとかしてくれ、マジで。伝えろ早く。ちょっと待って、伝わってんのかどうか確認する。いや、混ぜへんねん、混ぜへん、混ぜへんねんって。なんで混ぜようとすんのよ。じゃあね、もう混ぜへんのよ。混ぜずに戦うことはできひんのか。こいつのこのトレードルールフルのやつでやりたいんですよ。だからランダムハンドはやめろっつってんねん、マジで。お前だけは分かってるよな。よし、まあ、こいつだけは分かってる。とりあえずこいつで鉄巨人を取ろう。うわ、強っ、これ A ついてるわ。いや、こんなんもつこたら勝てるんすよ、僕。別にそランダムハンドじゃなかったら勝てんねん、ほんまに。ダイレクト若干怖いですけど、よし、鉄巨人来た。あざす、失礼します。よし、とりあえずこれで欲しいものは手に入ったな。もうちょっとだけ鉄巨人取っとこうか。取るだけ取っとこうか。こいつだけは優しいのよ。トレードルールフルにならへんかな、こいつ。こいつだけはね、ダイレクトはちょっと嫌なんですよね。あれ、お前なんかな、お前フルやったやんけ。ちょ、ほんまこいつ頭悪いな、マジで。お前はよ、え、トレードルール、トレードルールはあれか。あ、そうか、カードクイーンきっかけなのかもしれないな、もしかしたら。クライム&ペナルティですよ。亀の甲羅、星々のかけら、包丁。やるか、もうやろうか。怒りのカード変化やで、これ。ダッシュシューズ、包丁1、そして、あー、そっか、さっき取られたんや。亀の甲羅も必要やな。亀の甲羅、亀の甲羅、亀の甲羅。あ、亀の甲羅持ってないか。亀の甲羅、あ、亀の甲羅ないな。アダマンタイマイ的なやつだと思うんですよね。何はともあれカードよ、これ。あのさ、トレードルール、バラムエリア、ダイレクトが広まったらあかんのよ。ディフじゃないな、ディフじゃない。もうフル、フル、ワンワンワン、フルフルにして、フル。ディフじゃない。こいつは毎回変えてくれますね。ダイレクトダメ。ただランダムハンドは絶対変える気はないってか。え、例えばですけど、ここにさらに上書きでルール足していったらどうなるんやろうね。あと3万払ったらどうなるんやろう。
ランダムハンド、セイム。いやもうね、わからんルールを入れたくないね。オープンランダムハンド、セイム。いやトレードルールも全く。フル来た、よし。まあオープン入れるだけでもだいぶマシではありますけどね。ランダムハンドとオープンね、まあこれでまあ負けはない。あれなんです、もうプラスとかそういうのさえなければ問題ないんです、本当に。そういうことなんです、いらんプラスとかそういうことをさえされなければ私は負けないんだ、基本的にはね。いやまあでもまあきついな、まあきついな。いや負けたし、しかももうほんま何やってんのマジで、もうあかん、もうボロボロや。今のカードの構成で負けるとか、もうこのエリアも飽きました。ガルバディアの方へ旅に出ます。ちょ待ってよカード、絶望ですわマジで。言葉もないわ。鉄巨人だけもう一枚だけ集めてもう終わろう。もう何もルールも変わらんし、もう終わりや、もう終わりました。僕のカード人生もう終わりました、もうカード引退です。ああ本当に引退試合ですわこれ。ダメや、もう今日はあかんわ。アダマンタイマイが亀の甲羅っぽいよな。ひどいことになってきた、マジでひどいことになってきたよ。もう何にも出したくないカード、なぜかこいつにはオープンのルール伝わってないし、ダイレクトだって十分危険ですよね、本当にめちゃくちゃ危険なルールです。ダイレクト分かってないですよ僕は。OK、とりあえずさっきの金は取り返さなあかんすもんね。ランダムハンドではないからちゃんと行かなあかん、マジでちゃんと行かなあかん。取り返さないと、ていうかもう出してきてくれへんな。いやマジでダイレクトなんでめちゃくちゃ丁寧に行かないとこれ危ないんですよね。
ないところを返してって勝つっていう、そしてもう出してきてくれない、奪われたカードを出してきてくれない始末。すいません、もうほんまにもう実況どころやないのよ。もうへこんでへこんで、もうほんとに申し訳ない。これもうしばらく寝込むですね。ちょっとしばらく私寝込むんで、これは無理やわ。巨人出せや、鉄巨人さえ出してくれたらもう引退、引退、もう引退ですわ、カード引退、出せや、巨人出せ。もうあいつ絶対出してくれへんな、金のカード。私から奪い取りよったあの金のカード、もう出す気ないかな。変だよマジで、もう出さないってやん。取られっぱか。なんか今までやったらね、結構2戦目3戦目ぐらいでパーンって出してくれたんですけどね。来た、これはダイレクトで確実に取りたいから、あまり無理せずに返さないようにして粘っといた方がいいですよね、多分。これでこ、うわー、またもう嫌なとこ置くな、もう。これでとりあえず取るか、欲しいカードをとりあえず取るという方向でいって、よし、ちょっと出してくれないのがすごく気になるが、3枚か、アダマンタイ枚3枚や。とりあえず星々のかけらは作った、あとアダマンタイ枚3枚、あと2枚。もうルール、でも特殊ルール、ランダムを使わないのはこいつだけなんで、だからこそこいつでやるのが一番、まあ今現状ではまだ勝率は高いですね。トレードルールに関してはめちゃくちゃ辛いですけど、ダイレクトになっちゃってるんで、これでやった方がいいかなとは思います、うん、ただどん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 いいのは取られます。これオープンじゃないからもう余計、勝つためにどうしてもダイレクトが足かせになるので、そして金のカードも出してくれないですね。もしかしたらもう消えさせられるパターンなんですかね、これちょっと分かんないですけど、全く出してきてくれないところを見ると、まあ諦めろっていうことなんでしょうか。あー怖、めちゃくちゃ怖い、もう閉じといた方がいいよね、怖すぎるから。あとすいません3戦ぐらいやります。でも金が出なかったらもうここも諦めましょう。もう取られちゃったんですけど、もうしょうがないっすわ。
まだ満タイム欲しいんですけど、それすらももう遠い、結構遠い目標というか、かなり厳しい目標になってしまっているので、下で返される可能性怖い。出してこないっすね。あー失った、あの一戦の負けでこうなるんやな。右角がすごい弱いんですよね僕、まあ、向こうも気づいてるのか気づいてないのかわからないですけど、まあ、右サイドがもうめちゃくちゃ弱くなってるんで、だから相当苦しいです。はい、ラスト。もうこれで出さなかったらもう諦めます。さあ完全にボコられたね。それで右サイド攻めて強いやつを使おうか。あんまいないんですよね手持ちで。右サイド強いやつ全部取られてしまったな。まあ、淡い期待をしながら待ちましょう。間違えた。オッケー、よし諦めました。まあまあとりあえず、まあ、ガルバディアにカードクイーンは移動すると言っていたので、まあ、ガルバディアでもう一回ちょっとルールを、もういないんですかね。あ、もういないですね。ガルバディアでもう一回ルールをちょっと次はやるって感じかな。 OK、 じゃあ次回いきます。